エリック・リーハイはアメリカ合衆国イリノイ州ダウナーズ・グローブ出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表。ポジションは DF。両親は共にポーランドのビタルク出身の移民。14歳でスポーツエリート養成校のイングアカデミーに入団。その後、ノースカロライナ大学チャペルヒル校を経てシカゴ・ファイアーと契約を結んだ。2007年。 プレミアリーグのアストンビラ FC に移籍。2008から09シーズンまではユースチームを主戦場としつつ、リザーブチームの試合にも出場した。その後は、カイクラブにレンタルされ経験を積んだ。2010年8月11日、新たに3年契約を結んだ。8月19日の UEFA ヨーロッパリーグ予選、SK ラピードウィーン戦でトップチームデビュー。 11月10日のブラックプール FC 戦でプレミアリーグ初出場。2011年2月9日リーズユナイテッド AFC に1ヶ月の短期レンタルで加入。3月14日、レンタル期間をシーズン終了まで延長。レンタル復帰後、2011年8月23日のリーグカップハザースフィールドタウン FC 戦でアストンビラ初ゴール。 2012年3月31日のチェルシー FC 戦でプレミアリーグ初ゴール。2012-13シーズン終了後、クラブとの契約を満了したイラン。2013年6月19日、チャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC と2年契約を結んだ。2014年12月、契約を2017年夏まで延長。 2016年9月27日のフラム FC 戦ではゲームキャプテンを務めた。2016-17シーズン終了後にはサポーター投票でチームのベストプレイヤーに選ばれた。2018年6月22日、ハルシティ AFC と2年契約を締結。8月6日のアストンビラ FC 戦で加入後初出場を飾った。2020年6月、契約満了により、 ハルシティを退団。2020年9月7日、トルコスユペルリグのファティカラギュームリュク SK にフリーで加入。アンダー世代からアメリカ合衆国代表歴があり、2005FIFAU-17 世界選手権、2007FIFAU-20 ワールドカップなどに参加した。2009年6月にはワールドカップ予選を控える A 代表にゲストとして呼ばれた。二千十年十月、 A 代表初招集。10月12日のコロンビア代表とのフレンドリーマッチで初キャップ。2016年5月、コパアメリカセンテナリオの暫定登録メンバーに選ばれたが最終登録メンバーからは外れた。2017年7月19日の2017、コンカカーフゴールドカップ予選、エルサルバドル戦で初ゴール。ユースプロアメリカ代表。 ありがとうございます。